これから市長の会見を始めます。まず市長からお願いいたします。はいえっと私から最初に二件お話を話題提供させていただきます。一、えー、点目は札幌ポートランド姉妹都市提携65周年記念ロゴの投票についてであります。えー、今年はあ札幌市にとって最初の姉妹都市でありますアメリカのポートランド市との姉妹都市提携65周年という節目の年を迎えます。 今後さまざまな記念事業実施を予定する予定をしておりますがその一環として65周年を象徴する記念ロゴの投票を行うこととなりましたのでお知らせをいたします、えー、記念ロゴのデザインにつきましてはポートランドの美術系大学でありますパシフィック・ノースウェスト・カレッジ・オブ・アートと協定を結んでしている 札幌市立大学のデザイン学部の学生の皆さんにご協力をいただいて、10の広報作品、これからです、ね、市民の皆さんに投票していただいて、得票数の多い上位3作品の中から、ポートランド市との両都市の協議によって決定をしたいと考えております。ロゴデザインの投票は 本日から3月24日までの市公式ホームページ内の専用ページで受付をいたします。最終決定された記念ロゴに投票された方の中から抽選で10人の方に記念品をプレゼントさせていただきますのでぜひ多くの皆様に投票していただきたいと考えております。なお姉妹都市提携の65周年の記念事業といたしまして6月には ポートランド最,最大のお祭りであります、バラの祭典、ローズフェスティバルへの参加、で秋頃にはポートランド市からの訪問団の来殺など、さまざまな交流事業の実施を予定をしておりますので、えー、これはの決まりましたら、改めてお知らせをさせていただきます。記念ロゴの投票をきっかけとして、し市民の皆さんにポートランドとの交流の歴史、町の魅力を再認識をしていただき、 さらなる交流促進につなげてまいりたいと考えております続きまして札幌まちともパートナー企業認定制度の開始についてでありますこの度町内会の維持と活動の活性化を進めるための施策の一環として市内不動産事業者を対象とした札幌まちともパートナー企業認定制度これを4月の1日から開始をいたします この制度は町内会への加入促進や負担軽減につながる取り組みを行っている市内の不動産事業者を札幌町ともパートナー企業として認定をするものでありまして不動産事業者と町内会との連携をより一層深め地域の活性化につなげていくことを目的としております認定された企業には認定証を交付させていただいて認定マークを企業の PR にご利用いただけますほか 市の公式ホームページ等で企業名とその取り組み内容を広く周知させていただきます町内会に関する不動産事業者の皆様との連携強化はこれまでも積極的に進めているところでありまして直近では3月7日に賃貸住宅のオーナーや管理会社の皆様が加盟する団体と協定を締結をさせていただきましたこれまでの取り組みに加えて 町内会、地域住民双方とより密接なつながりを持つ個々の不動産事業者の皆様とも連携を強化をしていくことで、町内会が抱える加入率の低下や担い手不足などの課題解決の一助としていきたいと考えておりますので、報道機関の皆様には、周知方のご協力をお願いをいたします。で私からは以上です。